バスク鉄道博物館は、スペインバスク州ギプスコア県アスペーティアにある鉄道博物館である。かつて、バスク地方のほぼ中央部をおおむね南北に流れるウロラ川沿いに建設され、後に廃線となったウロラ鉄道の一部を胴体保存している。ウロラ川中流域に形成された町であるアスペーティアに、ウロラ鉄道の駅として作られた建物と、 この駅周辺の線路を利用して運営されている。産業革命機の蒸気機関車からメトロビル場オの地下鉄車両まで、新旧様々な車両を展示している。また、ディーゼル車、機動車、駅員の制服、駅の備品など、バスクの鉄道に関する様々なものが展示されている。このアスペーティアの町から北の方向へ、隣町のラサオまでの間は、線路がつながっている。 そして、春季から、秋季の週末には、この区間、約5キロメートルを列車に乗って移動することができる。この約5キロメートルの区間の路線は、山間部を通っており、列車からは、周囲の山並みなどを見ることができる。2015年5月現在、バスク鉄道博物館が開館している時間は、以下の通りである。月曜日以外の祝日は、 何曜日であっても日曜日と同じ開館時間である。土曜日と日曜日と月曜日以外の祝日には、蒸気機関車が運転される。月曜日は祝日を含めて休館している。AB バスク鉄道博物館 ABC 萩尾生、吉田博美、現代バスクを知るための五重小赤市書店、2012年、ピアニッシも333から335。ありがとうございます。